1966年撮影、左より、岡田、小原博志渡る、柴田裕子、坂井澄夫、阿古剣、上田晋也岡田刑事は、日本のレビュー演出家、宝塚歌劇団の演出家。東京市生まれ、日本レビュー界の第一人者。宝塚歌劇団では近年、ロマンチックレビュー路線を提唱。ロマンチックレビューは、最新作、モアダンディズム。 を含め21本になる。1959年、東京都立大森高等学校卒業。早稲田大学第一文学部入学。1963年、早稲田大学第一文学部を卒業後、宝塚歌劇団演出部に就職。1967年、若者たちのバラードで演出家デビュー。1974年、文化庁海外研修員として、 一年間の海外留学。1977年、ザ・レビューで文化庁芸術祭大衆芸能部門二部優秀賞を受賞。1970年代、青春のプレリュード、ビューティフル・ピープル、イフといったフォークソングを積極的にレビューに取り入れるなどの実験的な作風で知られた。1984年、ジュテームを皮切りに伝統的な宝塚レビューに 独自の美学を反映させた、独自のスタイル、ロマンチックレビューを提唱。宝塚大劇場にて、シリーズ化、一役日本を代表するレビュー作家となる。1996年から2004年まで、宝塚クリエイティブアーツ代表取締役社長を務める。長年にわたり、エレガントなオリジナルレビューを演出。数多くの名場面を生み出し、不動の地位を確立する。 代表作として、魅惑、ルポワゾン・アイ・ノビ役、ダンディズム、ラ・カンタータなどがある。アップル・ツリー、ディーン、キス・ミー・ケイトなど、海外ミュージカルの宝塚歌劇版の演出も多く手掛ける。特に1993年アメリカ演劇界の第一人者演出家、トミー・チューンとの共同演出の宝塚版、グランド・ホテル・ブロードウェイ・ボーイズは大きな話題となる。 さらに桜田淳子主演のアニーよ銃を取れなどミュージカルの演出も多数。岡田が1984年のジュテームから提唱した一連のシリーズ。宝塚歌劇団創設者小林十三の記憶正しく美しくのモットーと女性だけで演じるという特殊性を生かし、美しく華やかで品位を持った作品。日本人の心の金銭に触れるような内容を、 持ちたいとの思いが込められている。主題歌など、作曲、編曲はすべて吉崎賢人が担当している。趣味は競馬。エイジアンウィンズは、自身の宝塚歌劇作品、エイジアン WINDS、アジアの風から名付けられる。ありがとうございます。